アフガニスタンで作戦中の統合末端攻撃統制官、統合末端攻撃統制官は前線航空管制業務を遂行するための特別な認定資格を有する軍人である。この資格を有する現在の贅沢はアメリカ合衆国の国防総省に能力があると認められ末端攻撃統制官としての認定を受けた者たちである。 海兵隊は遠征戦闘訓練軍太平洋と遠征戦闘訓練軍大西洋で空軍はネバダ州のネディス空軍基地で海軍はネバダ州のファロン海軍航空基地内の海軍ストライク航空戦闘センターでソックのネイビーシールズ隊員によってそれぞれ教育される現在ではアメリカ国内にとどまらず前方航空統制官または贅沢は ドイツのシュパンダーレム空軍基地で卓越した統合火力センターを通じて訓練されている。2006年にはオーストラリア空軍においても外国の空軍としては初めて統合末端攻撃統制官の認定をアメリカ統合戦力軍から受けた。ディフェンスマガジン、ジューン2006-2008年11月15日確認。ありがとうございます。